そうとするのやめません？組長の娘の世話係？あの霧島さんが？てか、組長の娘さんっていくつ？幼女ちゃん！いや、これ無理でしょ！だって、これは完全に絵面があれ。悪魔との契約。よう、楽しそうだな、杉原。バイショ！もういい、今日は結ばない。簡単に見えてできねえもんだな。あ？杉原。やだな、違いますよ。あの霧島さんが女の子一人に苦戦してんのを受けるとか思ってないですから。おい、てめえ無駄に長え髪してんな。ちょっと付き合ってもらおうか。やめて、引っ張らないで、ちぎれる、剥げる。でどうなんすか。そうだな、予想以上に痛いやつになったって感じ。そういうこと言ってんじゃねえっすよ。マジでやんないなら俺行きますよ。あ、組長、違うんです。そんなゴミを見るような目で見ないでください。バイショ。感情が顔に出にくいだけ。まあ実際今朝は部屋に入るなって怒鳴られましたしね。あの八重ちゃんが？まさかお嬢の着替え覗いてたんですか？おっと、手が滑った。うわっ、ずっ